の打席はファーストゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。タッチもセーフ。初球は何で来るか。初球ボール。次が2球目、ボール先行。ランナー動いてくるか。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。9回終わって4対4、カープ同点に追いつきました。これから10回マリーンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号11、福井が4番手としてコールされています。接戦の中でのリリーフ登板です。さあ、マウンドに上がったのは福井、今シーズン22試合目の登板です。昨日のゲームでは勝ち投手になっています。打った、これはどうだ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。ランナーを背負ってのピッチングになります。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには5番細谷、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立て、見逃し三振、ワンアウトです。バッターは6番角中、先ほどの打席で一時勝ち越しとなるタイムリーを放っています。ワンアウトランナー1塁です。まずは見送り、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか、見逃して三振になります。ツーアウトになっています。打席には7番バッター根本、ツーアウトランナー一塁です。初球打った、破った、ファーストランナーセカンドキャンバスを蹴った、ライト前ヒット、根本、これが自身本日の初ヒットになります。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあ、カープ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。ここで取られるわけにはいきませんから、低めに丁寧に放っていきたいですね。なるほど、そうですね。さあ、そのマウンド上の福井、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球はストレート決まっています。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。ファウルボールです。低めのボール打っていった、切れました、ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。左に切れてファウル、ファウルです。ツーストライクです。低め打った、アウトで3アウト。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。勝ち越しのチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。4対4同点です。10回の裏、カープの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。増田がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。さあ、マウンドを任されたのは増田、
今シーズン14試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。初球ボール、2球目は何で来るか。打った、ファーストの右、ファウルボールです。ファウルです。次が4球目、ボールになります。さあ仕留められるか。変化球低めに持ってきましたがボールになります。3ボール2ストライク、三振になります。ワンアウトです。4番バッター鈴木、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。増田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球が低めに外れます。3球目は何で来るか。インサイド打った、セカンドの左、掴んだ、一塁アウト。5番バッターバッテイ、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。これはバットの先、お手元の内野ゴロ、一塁送球、一塁アウト、これでスリーアウト。この回カープ3人で攻撃を終えています。10回終わって4対4同点です。これから11回、ここでマリーンズ代打を送ります。バッターボックスには代打の加藤。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球狙って空振りです。低めはこれは入っていました。あっという間に2ストライクです。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター丸、今日は当たりがありません。福井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース決まってストライク、インコース空振り、ノーボール2ストライクです。ボールになります。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。丸、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。今日は守備で交代してそのまま出場している平沢、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は見てきました。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。変化球打った、ショートが抑えた、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。4対4同点です。回の裏カープの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。黒沢がマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドに上がったのは黒沢、今シーズン3試合目の登板です。昨日はリリーフに失敗、負け投手になっています。最初は変化球できました。インサイド打った、ボテボテ、抑えた、一塁へ、一塁アウト。打順は7番堂林、先ほどの打席で同点となるツーランホームランを放っています。
黒沢、まずは先頭バッターを打ち取っています。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ファウルボールです。見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターボックス中村、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、ファウルです。さてこの中村、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、逆方向へのクリーンヒットが持ち味のバッターですね。ああそうですか。切りました、ファウルボール、際どい、膝元よく見ていきました。6球目は何で来るか、ファウルボールです。センターライナー掴んで3アウト。この回カープ三者凡退です。11回終わって4対4同点です。12回の表、マリーンズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは鈴木。カープ同点で迎える最後です。カープここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の中崎。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。インサイド落ちました、ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは4番日岡、先ほどの打席でヒットを放っています。中崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神中崎がマリーンズ、おっとこれを掴んだ、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーが出ました、ファインプレーです。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。バッターボックスは5番細谷、ツーアウトランナーありません。これはすっぽ抜けました。これが2球目、バッター、これはどうか、三遊間抜ける、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。打席には6番バッター角中、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ストライク、アウトコース見送ってストライクです。ノーボールツーストライク、変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。4対4同点です。マリーンズ12回の裏カープの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。田中がマウンド上に上がっています。この同点の場面で登板ということになりました。12回から登板の中崎がそのまま打席に入ります。ここは代打を出さないっていう選択はありえないと思いますけどね。そうですね。2回の裏カープ代打が告げられました。バッターボックスには代打の高橋。さあ西さん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。ファウルです。
ファールボールです。低めに外れてボール。センターへ。ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット。これがプロ入り初ヒット。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。今のバッティングご覧いただきましょう。まあそうですよね、完全に山川入ってますからね。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあここでカープ、ダイソーを送ります。帰ればサヨナラ、ロマがファーストランナーに入ります。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いやまだ分かりませんね、まあ、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。あ、なるほど。宇宙から持っていった、大きな打球だ、サヨナラ。今シーズン第4号のサヨナラツーランホームラン。このホームランでサイクルヒットを達成。チームメートに囲まれ今ホームイン。なんという劇的な幕切れ、劇的な一発。この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後です。